こんにちは、ベストコンディションジムの田中です。今日はアスリートもよくやってるチェックを紹介したいと思います。でこのチェックで体の柔軟性とかバランスとかいろんなものが見えてくるので、ぜひやってもらいたいなと思います。で今日はオーバーヘッドスクワットというのをやっていきます。でまず足の幅なんですけど、足はまあ肩幅ぐらいに広げます。でこの状態から手をバンザイ、この状態からスクワットをしていくという種目になります。こうします。横向きになります。足は肩幅に開いて、ではバンザイ、スクワットしていく。で持ち上がる、こういう動きになります。じゃあ正しい、オーバーヘッドスクワットをいきます。しっかりバンザイした状態でゆっくりしゃがんでいって、これができたらスイートチェッククリアになります。スクワットをしたときに全然しゃがみ込むことができない、これも体の柔軟性不足になります。次は背中が丸くなる、これも背中の筋力不足になります。最後3つ目が手の位置ですね。手が前に倒れてしまう、こういうことがあります。これは肩の柔軟性不足か肩の筋力不足というのは考えられます。